京ちゃん、どうですか？痛くありませんか？じゃあ、このまま少し奥の方を。あ、すごい。結構溜まってますよ。最近、あんまりお掃除してなかったでしょ。掃除しすぎるのも良くないって、そういう話も聞きますけどね。あと、お風呂上がりに綿棒でするのは逆効果とか。みたいですよ。こういう竹の耳かきが一番いいみたいです。とはいえ、気持ちがいいなら、それが何よりって気もしますけど。単純に我慢ができない子なんです。気持ちいいと逆らえなくて。膝枕お気に召していただけました？気持ちよかったらそのまま寝てもいいですからね。そのまま寝ちゃって構いませんので。ごしょごしょと、お、これは結構と。そんなに照れなくても、そういうことってありますから。疲れた後の甘いお菓子にうっとりとか、汗をかいた後の冷たい一杯でクーッとか、クタクタの時のお風呂なんてふーってなっちゃいますし、あとは散らされた後のキスもドキドキして声が出ちゃいますよね。もうダメですよ。体ビクってさせたら、今あなたの大切な穴に棒を入れて、そっと上下に動かしてるんです。間違って変なところをつついたら大変なことになっちゃうでしょ。すみません、なんだか楽しくなってしまって。でも大好きな人の中に入っていくのってドキドキするものなんですね。耳かきですらこんなにドキドキするのに、これがもし自分の体の一部だったらね、すっごくドキドキしますよね。ドキドキしちゃったんですよね。コリコリ、コショコショ。あ、大物発見しちゃいました。ちょっとゴソゴソしますけど、動かないでくださいね。これ、もう少し。これはなかなか。と、ちょ、こら、動いちゃダメですよ。取れました。これで、こっちの耳は綺麗になりましたよ。